アメルダ、自供の時計を開いてください。集中して自分の心に満ちる光の気配を感じ取るのです。私、見えます。私の周りを流れる時間と歴史、その先に純白の光が見えます。光の先に剣がある。そう、それこそあなたが備える光の末裔の力、聖剣の力です。さあ、時間の裂け目にあるものを掴むのです。時間、空間、英雄の伝説、聖剣の記憶、私の目の前にある。でも渦巻いている、混乱の風景が。いけない、落ち着くのです。アメルダ、落ち着いて。マシュ、グニル、戦いの準備を。やべえ、この裂け目前回と何か違うぞ。魔物、魔物の気配だ。まずい、戦闘準備だ。迎え撃つぞ。だが、そこだ。ほら、これでも食らえ。いくよ。魔物がどんどん時空の裂け目から湧いてくる。倒さなきゃ。
ここ。よろしくお願いしますね。準備できました。行くぞ。そこだ。こいつで最後だ。気配が消えた。すべて倒したのか。酒目、落ち着いたかな。そこから出てくるのは誰？何者だ？いや、久しぶりだな。アルサス平原の風、懐かしい匂い。あ、ジェシカ先生じゃない？先生！ヘイン、エルウィン、リアナ。先生はまた何百年経っても若いな。再び後期軍の力が必要になりましたか？まさか時空の裂け目からあなたたちが出てくるなんて。なんだか数百年ぶりの同窓会って感じだが、試練前がこんな軽いノリでいいのか？ああ、俺もそう思ってた。不思議な感じだな。ごめんなさい。私たちは後期軍。かつてこの大陸で共に戦っていたのです。そうなんだ。私たちと同じ3人組だね。ねえ、私たちもなんかかっこいい名前つけてみない？今そういう話をしている場合じゃないよね、アメルダ。英霊たちよ、俺たちは聖剣を再び蘇らせるために戦っています。今こそ我々に試練を。よし、では俺たちは勇気の試練を与えよう。よろしくお願いいたします。仰せのままに。全部任せろ。じゃ、俺は前衛だな。魔法の支援、オイラに任せてよ。先生、見ててね。治療は任せてね。あの人たちかなり様になってるわよ。私たちも負けられないね。なるほど、パーティー戦術の基本陣形だな。さすが後期軍だぜ。準備できました。何かお手伝いできることありますか？よろしくお願いしますね。はい、仰せのままに。失礼。準備できました。逃がしません。行くぞ。俺の出番だ。行くぞ。守ることができないのか。全部任せろ。逃げんなよ。
ジェシカ先生、オイラの成長見ておくれよ。どこ見てるんだよ。少々休ませてもらおう。これが私の信じる心です。はい。何かお手伝いできることありますか。よろしくお願いしますね。はい。行くぞ。全部任せろ。これが私の信じる心です。はい。ここここ行くよ。準備できました。行くぞ。そこだ。思ってた以上に苦しい。俺の出番だ。間に合わなかった。これで終わりだ。うぅ、君たちは強いね。召喚された身だと全力を出せないみたいだな。おいおい、あっちは随分余裕かましてっぞ。俺たちが勝ったってのに。私たちにもあなたみたいな負けず嫌いな仲間がいました。とりあえず試練を乗り越えたね。マシュ、君たちは試練を乗り越えた。俺たちも聖剣の記憶へと帰ろう。君たちの背中には時空の裂け目があり、その先に俺たちの戦いの記憶がある。いつか君たちにも見せてやりたいな。ありがとうございました。オイラまた先生に会えてすごく嬉しいよ。ヘイン、私も。あなたは私の一番弟子です。時間よ、そろそろ行きましょう。じゃあな。また会える日を楽しみにしてるぜ。さようなら、コウキ君。あ、そうだ。君からはすごく懐かしい感じがする。だから名前を授けよう。これからは剣中軍と名乗るといいよ。じゃあ。またね、エルミン。剣中軍。いいんじゃないか。